それでは早速パフュームの皆さん、そして高橋優くん、モノブライトの皆さんです。どうもちょっと言ってる意味がよくわかんない。言ってる意味が全然わかんない。こんな司会本当に初めてなんか司会やってるんでしょ。そう、この BB、 このバーベキュー宣伝隊長、宣伝隊長 BBQ、 BBQ 隊長になったということで。そうなんですね、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。こうやってすっごい辛い返事でしょ、めっちゃ。いやいや、なんですか。 あれだ、上辺だけの時に返事だ。いやいや、上辺だけの時に なんで計算失礼なこと。もう怒ってる。もう怒ってるね。本当に思ったんですけど、ただ、実はもう去年の妻恋で、Perfume の、 皆さんと、高橋優くんにちょっと謝罪しなきゃいけないことがありまして、はい、というのもですね、去年も土下座したんですけど、Perfume のね、皆さんが得意とするウルトラソウル、そしてチョコレートディスコ、パクってすいませんでした。いや、それすごい。本当に申し訳ない。本当に申し訳ないと思って。いや、やられたな。今、立ち回りすごい難しかったです。ね、どうすればいいのか。いや、びっくりしましたよ。自分たちが出る前に、はい、思いっきり全力でやられた。しかも、Perfumeのステージまで行ってやりましたから。本当に申し訳なかった。いや、じゃあ面白かったです。いやいやいや、しかもそれはライブに来てくれてる人しか、はい、そう、私たちがそうやってるって知らないじゃないですか。そうですよね、はい、だから嬉しかったです。いやいやいや、DVD に今ならないから、はい、そう、いつも来てくれてる、入らないんです。あそこはちょっと人の曲なんで。いやいや、でもあくまでそうなのね。そうだよね、みんなのウルトラソウルってことですか。見てる人しか知らないんです、ライブに来てる人しか。そうか、収録されないんだ。そう、じゃあ、あれはじゃあみんなのウルトラソウルです。はい、間違いない。また言ってる意味がよくわからない。間違いない。そしてユウくんが、はい、実は最近本当に自分の影武者だっていうことで、すごいユウくんの名前を挙げてるんですよ。だから影武者、この宣伝隊長っていうのがあって、はい、で、一人でこの妻恋背負いきれないっていうことで、うん、影武者にちょっと似てる時期があった高橋ユウくんを、ええ、口に出してごめんっていう。影武者って何やるんですか。怒ってるよく。いや、怒ってる。いや、ちょっと戸惑っていい。でも影武者は主に体調が悪い時とかにゆうくんにやってほしいっていうことの、この司会を。モンくんがちょっと体調悪い時は僕が白ポロシャツを着て、そう、その眼鏡をかけて、そう、モノブライトの曲やるんだよみたいな。そう、あ、ダブルキャスト的なことです。まるっと。そうだそうだそうだ。それ一緒に出てもいいし。マジっすか。そう、もう影武者でもないんだけど、はい、何がしたいんだよ。この人は何を言ってるまだ何も言ってるのにそれを謝罪されるってどういうこと。いやいや、まあそれをね、結構バン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 いないところで言ってたから。あー、そうなんですか。言うてなげないね。全然、そんな先輩に名前出してもらえるだけで僕嬉しいんです。いやいや、でも何気にその高橋優くんと Perfume は実は対バンライブをね、そう、やってたんですよね。はい、やらせていただきました。どんな感じで、鹿児島で。どんな感じで。すごい楽しかったです。シンプル。私たちのフェス、Perfume フェスっていうのを今やっていて、去年からやり始めたんですけど、音楽がほんまに好きで、日本の音楽がほんまに好きで、だったら日本の人たちそれ普通になっちゃってるけど、うん、超いいんだよってことをもっと味わって、アーティスト同士励まし合って、そしてファンの人たちも手を取り合って、もっと楽しいっていう気持ちを共感できれば最高なんじゃないかと思って。ものすごいコンセプトがしっかりした。私たちが本当に好きなアーティストを呼んで一緒にやってるんですけど、ゆうくんとは鹿児島でやらせてもらって、はい、私たちの曲をカバーしてくれたり、はい、弾き語りでエレクトロワールドを歌って。すごい、できるもんなんだね。そんな頑張りました。めっちゃ大事です。よかった。もう YouTube の曲になってました。そしたらね、うん、僕が弾き語りで歌ったら Perfume のお三方が後ろでちょっと踊ってくださったんですよ。贅沢です。これ僕ね、札幌でね、会場ライブそれ過去にもありますよ。体操シーン始まったんじゃないか。すごい人たちなわけですよ。そうだよね。この3人が自分の弾き語りに合わせてちょっと踊ってくださって、本当に羨ましい。楽しかった。全然嬉しい。最高の気持ちでした。で、ものすごい羨ましいんだけど、モノブライト呼ばれてないって。呼ばれてない、呼ばれてないよね。すごく好きなバンドじゃなかったやっぱどっかで嫌われてたからね。あの人は
はい、やめておこうみたいなのがちょっとあったんですよ。なんですけど、はい、やっぱちょっとゆうくんはちょっと好きだから、いや、それ好きじゃあ、逆にゆうくんの影武者になりますそういうことね、影武者のパイオニアになろうかな絶対パレルとしてはい、みたいな。ありがとうございます。まあ、今回は妻恋ということで、はい、最後視聴者の、皆さんに一言ずつ、じゃあゆうくんからメッセージお願いします。はいはい、去年に引き続き、出演させていただけることまずすごく嬉しく思います。事務所の先輩の方々は本当に素晴らしいパフォーマンスをする方々なので、ちゃんと自分も精一杯自分の色を出して来てくださった方々と最高に楽しい時間を過ごせるように歌いたいと思ってます。よろしくお願いします。続きまして、Perfume の皆さんお願いします。はい、本当に去年出て思ったんですけど、すごくこう一体感になることをの楽しみを知ってるお客さんが、アミューズのファンの方に多いんだなと思いました。ので今年も本当に皆さんと一体感を楽しめるようなライブを私たちもしたいと思っています。楽しみにしてます。はい、はい、じゃあモノグライトは代表して、いや代表して今までずっと一言も喋ったことがないドラムのタッキー、はい、謎の盛り上がりがそんなに盛り上がる、いや一人タキツバね、一人タキツバ最高ですよ。まあそうですね、まあでいいんだよ、まあ外人デザインもこう仲がもうねみんなでいいし、やっぱその仲の良さをこのお客さんもね味わってもらって、はいはい、でもう会場全部でこうバーンってねなればいいなと思ってますので、ぜひぜひ楽しみに、してください。はい、ということで以上、高橋優くん、パフュームモノブライトでした。